沢であるんかね、どこやろう。夫婦塚古墳でございますけどね。全然違うか。噛んできたんだけど。あんな古墳ちゃんの。あれ違うか。反対か。西に進みます。はい、西に住んどるけどね。こうやろ、こうやろ。道がない。まだまっすぐか。これか、ちゃうか。なんかそこ見えんだけどね。あるとこないの。いいのとはね。ここ右でございますか。あら、ここね、入れませんか。いやー、大きな古墳や。ここは大きなに使ってるね。看板も何もないんかね。お、古墳看板ある。見事塚古墳。こんな見事古墳。入れない。あ、こっちも入れるのかね。入れない。あら、大きいね。大きい宣教師乗って入れないんですか。おお、そうかね。どっか入れないのかね。入れませんか。せっかくでございますから。石油すごいぞ、これは。鍵かってるかな、かってるな。おお、これも大きな古墳よね。ね、これ硬そうになってるのかね。ちょっとね、右に曲がってるんだけど。そうですか、これどっか裏から入られるのかね。裏から。入れませんか。そら、大きな石使ってくれてんだけどね。残念ですね、入れませんね、これは。住宅地の真ん中にね、すごい古墳が残っとるんやけど。入りませんでしたね。もう一回覗いてみましょうか。大きいわ。そう興奮の感じですけどね。大きな子、すごい石図があんねんけど、中入れてくれたようにね。2基あるんですよ、これ。ということは、これは宝墳かな。こんな珍しいね、こんなやつはね。だいぶ明るいやけど、中なんか明るくございますけどね。
これはね、ちょっと曲がってるんだけどね、片側になってるかな。中には何もないか、何も見当たらんかな。海上がられへんもんな、残念やけど。これ見てみようか。7キロ残ったの。これ A 風を2つっていうことかいな。はいはい、双方じゃなくて。6世紀の中頃。向こう開いてるからね、明るいやん、向こうが。ここほら、天井石すごいの乗ってますね。不審者みたいよね。はい、行きましょうか。不審者と間違えられますかね。はい、ありがとうございました。両戸塚古墳でございました。中には入ることできませんでした。なかなかね、こう車止めるとこないんでね、大変なんですよ。これ東大阪ですからね。あと八尾ね、もう一軒で何回行っても行けないのがあるんだけどね。そこもちょっと寄ってみようかね。はい、ありがとうございました。